それでは、講演の最後なんですが、今はイノブモンドを主催されています。もともと OECD の事務局に、長くいらっしゃったんですが、今日はわざわざこのためにフランスから来ていただきました。深作由紀子さんです。で、紹介が、また、しにくい方なんですが、科学制度の問題をいろいろ調べてると、その和解を得たりっていうような、内容の、当時は、声明でしたか、議長声明として、公的科学で出たデータっていうのは国際的に共有しなさいと、そうじゃないと科学のためにならないよっていうような、声明が出てまして、でそれが最近、ガイドラインになって出されたんですが、そのガイドラインの、解説を書かれている著者が、そのどう読んでも、深作としか読めない人で、この人日本人じゃないのと思って、そのググってみますと、その感じの人がいらっしゃって、でえらいもんでメールのアドレスが書いてあるので、ダメ元で僕らこんな苦労してるんですけども、僕が OECD の話をしても、まあ、小学校の社会があんまりできなかったし、迫力ないなと思って、来ていただけませんかっていうと来ていただきました。で、まあ、共通の知人がいたっていうのが、間で分かるんですが、それがなんと中村恵子さんでした。ですから僕にとっては、まあ、中村恵子先生のお友達ということでございます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。今日は大久保さんのリクエストで OECD データアクセスガイドラインの話を簡単にさせていただきます。それで今日はアメリカの話が随分出ましたけれども、欧州におけるデータアクセスのことについては、あまり出てきてませんので、それについても多少はちょっと触れたいと思います。で、先ほど中村恵子さんは共通のお友達だというふうに言われましたけれども、実は私の元上司でございます。私が一番は若かった時に勤めた ところの上司が中村恵子さんでいらっしゃいました。で、それではまずは OECD です。これ日本でもよく OECD 諸国はとか OECD の平均ではとか、そういうような表現で新聞で使われてますけれども、これは日本語で言いますと経済協力開発機構と言いまして、要するに経済開発のため、特に先進国の経済開発のための国際機構です。で、これはもともとヨーロッパ復興のマーシャルプランがオリジンの機関になってまして、今は加盟国が30カ国で、そのほとんどがヨーロッパで、プラスその他の先進国も加わっています。でその他の先進国というとアメリカ、日本、その他ですけれども、要するに予算構造はアメリカと日本だけで 50% を占めているという、ヨーロッパ中心の加盟国はヨーロッパ中心でありながら、実際にその予算の紐を引っ張っているのはアメリカと日本という非常に妙な機関です。で、やってることはこの政策分野別の委員会を作りまして、この委員会の数が今は200ほどあるそうです。で、共通政策課題を議論して調査して、それで報告書や勧告を出しています。で、この扱う政策分野っていうのは、大体その先進国政府どこにでもあるような政策分野はほとんど網羅してます。それで、その中にこれは多少OECD が先行したと思うんですけれども、その OECD 科学技術政策委員会というものがあります。 CSTP と普通言っています。で、これは要するにやはり経済成長がメインの目的ですけれども、最近はそれに持続可能な発展とか福利の向上とかっていうのが入ってますが、要するに科学技術イノベーション政策分野における加盟国間 の協力、それから場合によっては非加盟国との協力を奨励する、そういう使命を帯びた委員会です。
で、どういう活動のやり方は、その参加する政府代表がそのいろいろな課題を提案しまして、でそこから委員会は選択し、あれプロジェクトを組んで目標を定めるわけですね。その目標は調査出版物であったり勧告であったりするわけです。でプロジェクト運営は委員会が議論して事務局が実施すると。それで重要課題は非定期的に開催される閣僚レベル委員会会合で議論されたりします。で事実データアクセスに関しては、2004年の1月の閣僚レベル会合で、宣言まで持っていかれました。この宣伝に関しては大久保先生が日本語でも解説を書いてらっしゃいます。でなぜこういうことになったかといいますと、まずその先行プロジェクトがありまして、その情報通信技術の研究開発活動に対するインパクトを調べました。そしたらそのデータアクセス共有が最も重要な課題であることが認識されたわけです。でそれで、これは主導を取ったのはオランダ政府だったんですけれども、オランダ政府が主導を取ってその閣僚会合まで持ち込みまして、でそれでこの、公的資金による研究データアクセスに関する宣言というものが採択されました。でその中で、この宣言、の先を行って、要するに公的資金によられた、より得られたデジタル研究データへの最適で費用効率の良いアクセスを促進するための原理とガイドラインを立案することということが CSTP のに任務として与えられたわけです。それで、で次にこのガイドラインを起草しなくてはならない。でそのためのプロジェクトを組みました。それで調査だのワークショップだのコンサルテーションだのをあれやりまして、それで最終的には専門家グループを結成してその草案を作成しました。でそれが2006年の12月 OECD の理事会により、この公的資金による研究データアクセスについての原理とガイドラインに関する勧告っていうのが採択されたわけなんです。でこれはちょっとあまり大きな声で言いたくないことなんですけれども、あれ一つ大久保先生からのあれリクエストでここで触れたいのは、この最終草案ができるまでいくつかの国が反対したわけなんですけれども、最終的に一番頑固に反対したのがなんと日本政府だったわけなんです。でその背景はよくわからないんだけれども、その要するにやっぱり研究者の、研究に対する動機っていうものが、その後悔するっていう原則にするとなくなるんじゃないかとか、それから日本は独法人化したから、研究機関が独法人化してるから、政府としてもそのルール OECD の勧告はエンフォースできないとか、なんかちょっとずれたような議論がそこにあったと思います。でこのプロジェクトをやりまして、それからそのプロジェクトから得られた知見というのがいくつかありました。で大体の国は要するにこのデータアクセスを促進することによる利点を認識してます。でこれ OECD は やはり経済政策が中心の機関ですから、その認識の仕方はどういうことかというと、やはり詰まるところその研究投資に対する収益が向上する、だからこれは大変に良いことだというような議論がなされました。でだけれどもそのデータアクセスを促進する制度的枠組みがまだない、特に国際レベルでの制度的枠組みがまだない。で加盟国が採用している政策や慣行にはかなりの差異がある。でだけれどもデータアクセスは学際的研究協力、研究開発の質を向上させる、これは間違いない。
それで国際ガイドラインがあればそのデータ政策を必要とする機関に指針を与え研究開発の国際協力を推進するそういうふうに考えられるというそういうことがこういうこのプロジェクトから分かったわけです。でここであの OECD データアクセスガイドラインと言いますけれどもこれはどういうものかと言いますとこれは OECD のレコメンデーション勧告です。で OECD の勧告というと OECD の法律文書の一つなんですが、これはあの法的拘束力はないんです。ただしソフトローというふうに呼ばれていて加盟国の政府が実施すべき共通の基準や目標を定めています。でそういうことですから要するに法的拘束力がないとはいえ加盟国政府の強力な政治的意思を表明するものです。でこのデータアクセス勧告の内容はあの端的にこういうふうに書いてありましてこの文書のアネックスにある原理とガイドラインを考慮しあの研究データアクセス利用管理に関する政策及びグッドプラクティスを立案実施することというふうにあります。でまずこの目標っていうのをいくつか挙げたわけですけれども要するに基本的にはこのオープンデータ及びデータ共有の文化を促進するここのところが一番重要要するにボトムラインは共有にしていきましょうというそういうことです。でそのためのでしかもそれを科学技術政策の一部分にしていきましょう。要するに今日もあの、法律の方をやってらっしゃる方の話が随分出てきましたしその他著作権とかその図書館 の方の専門家もいらっしゃいましたけれども科学技術政策においてはこの問題はまだ扱われていない。だけどこれは 本来科学データを扱う限りにおいてはやはり科学技術政策の問題だそれははっきり認識しましょうということです。でそれで国際データアクセスと共有を改善するための抗議の勧告をここで出しましょうとそういうことでした。でこの原理とガイドラインっていうのは13項目あります。で簡単に日本語でここに説明しておきましたけれども要するに先ほども言いましたようにその英語で言うとデフォルトオープンアクセスというんですけれども要するにいろいろな特殊事情は全部取り込んでいいけれども最終ボトムラインはとにかくあれは共有オープンにしようそれをその国際的ないわば、アグリーメントのようなものとしてやっていきましょうという、それが根底にあります。ですからフレキシビリティとかっていうんではその国 の法律も文化もそういうものを考慮して やっていけばいいです。リーガルコンフォーミティについても同じです。それでプロテクションオブインタラクチュアルプロパティもその国の事情に応じてその知財はちゃんと保護してそれを考慮した上でのオープンっていうそういうことを謳っているわけです。それでやり方としたらちゃんとオープンにやるからにはその専門分野とかいろんな規制とかそういうものをちゃんとオブザーブしてやっていきましょう。でテクニカリーにはその今あるベストプラクティスそれでしかもそのシステムはインターオペラブルにするそういうようなちゃんとしたやり方でやっていきましょう。セキュリティもそうですね。データの安全性と完全性を保障するためでエフィシェンシーというと要するにデータをオープンにするっていうことはデータ収集活動の重複を回避することができるわけですから
で、それで科学研究の効率は改善されます。だからそういう考え方 でやっていきましょうということです。で、この最後のサステイナビリティっていうのは、これは最後まで入れるか入れないかでいろいろ議論したんですけれども、やはりあのデータっていうのはある程度の期間を長い期間でいろんな人 が使用することに意味があるから、長期的なデータアクセスを保障する対策を取るっていうことも入っております。これこういう項目でそのいわゆる OECD のガイドラインはなってるわけなんですけれども、本当にいろんな意味でその科学技術政策の観点から見たら本当に非常にあれ常識的なこと以外の何者でもないと思っております。それで、このガイドラインが加盟国がどういうふうに対処しているかということの簡単な調査が2008年度の末に行われました。で、確かにそのデータアクセスの便益に関する認識は普及しているという思われる結果 は出たわけなんです。でだけれどもいろんな課題は指摘されまして、その知財保護とかその費用の問題とかプライバシー保護とか国家安全保障などとかそういう問題は指摘されて、これはあのガイドラインを作る前とほぼ変わっていません。で、ヨーロッパの小国なんかは国家法律とかっていうようなものも採用するか、それを計画しているような国もありますけれども、ほとんどは研究機関及び研究助成機関別の政策文書、そういうのが増えているということが分かりました。それで次にちょっとあの欧州のデータアクセス政策動向についてあの話します。今朝からこのヨーロッパのデータベースダイレクティブの話が何度か出てきてますけれども、これがやはりそのヨーロッパのそのデータベース、それからデータアクセスに関する今の状況の元になっているような、なものだと思うので、多少触れますけれども、要するにこれは、今朝ほどから何人かの方がおっしゃいましたけれども、著作権が発生しないデータベースの創設者にそのスイジェネリス権を与える。スイジェネリス権とは何かというと、要するにデータベースを作るために相当な投資をした場合のその投資を保護するためのデータベース権なわけです。で、一番重要なことはなぜこの欧州連合欧州委員会はこんなことをやったかっていうと、その90年代においてやはりアメリカに対する競争力をいかにして高めるか、これアメリカだけじゃなしに日本ももちろん入りますけれども、その競争力強化っていうのが非常に大きな課題であったわけですね。でこのデータベースダイレクティブを作ったらデータベースを生産する組織がたくさん出てくるだろうと見込んだわけなんです。ところがつい最近ここ数年前に行われた、評価研究では、それは全然そういうふうにはなってない、競争力強化には全く貢献してなくて、むしろ逆の効果が出てる、データベースの生産は全然増えないばかりか逆に減少している、しかもアメリカには随分遅れを取ってるというそういうような結果が出ています。でそれでこの競争力っていうのは先ほども言いましたようにそのヨーロッパにとって非常に重要な政策であって、2000年にこのリスボン戦略っていうのを欧州連合が採択したわけなんですけれども、世界で最も競争力がありダイナミックな知識経済になるということを掲げました。でその中でその研究開発イノベーション政策なんかは非常に強化される対象になった政策なわけであったわけです。それでヨーロピアンリサーチエリアという EU に加盟する国もそれからヨーロッパにある加盟しない国も含めた
そういう科学協力のため の組織を作りまして、それで要するに研究開発投資額 を増やす。ヨーロッパでは、日本ではもちろんこの GDP あたり平均 3% いってるんですけれども、ヨーロッパのほとんどの国はまだそこには達していない。だから平均的にそこまで上げる。それでヨーロッパベースの高速電子科学通信網を設立する、そういうようなことを計画いたしました。それでこのヨーロピアンリサーチエリアのリビューが2007年にされまして、でここでもうやはりその電子通信インフラとそれから知識共有を含む研究インフラが最重要課題というふうに、な評価がされたわけです。で知識の共有っていうのは何かというと、要するに出版物およびデータへのオープンアクセスを改善する必要でそれにあたっては、まあ、こういうふうにリストしたいろいろな改善する点があるんですけれども、研究開発政策とそれから知的財産権政策の調和というのをしっかりやっていかなければならない、そういうことです。それで欧州委員会の方もいろいろとやってまして、特にこの DG インフォメーションソサエティ、これは情報社会の創始局ですけれども、この E インフラストラクチャーイニシアティブというのをやっておりまして、分野別、バイオインフォマティクスは最初に来ておりますけれども、そういう分野別でのデータ保管場所、レポジトリを創設していこう。でしかもそういうレポジトリを連合させていく、そういうような計画を今は設置しております。じゃあ次にその EU 加盟国である主な国はどういうことをやっているか。まずは英国です。イギリスっていうのはこのリサーチに関してはそのリサーチカウンセルっていうその研究を助成する機関が分野別にたくさんあって、しかも割と独自性とそれから予算を持っている。でやはりデータアクセスに関してもここがリードを取ってやってるわけですね。で1993年にすでにデジタルキュレーションセンターっていうのを設立して、それでデータ問題を研究始めてます。で今はこのやはり E サイエンスイニシアティブというのをリサーチカウンセルが共同して始めてやっていて、それで要するにその研究のグローバル協力を促進するためのインフラで、分野別にはその例えば素粒子物理ではデータと計算法のグローバル共有のための制度作り、環境科学ではこの NERC のデータグリッドプロジェクトと呼ばれるデータセンターのを連合するようなプロジェクトをやってます。それでリサーチカウンセルの考え方っていうのは今はこの伏線アプローチといって、一方ではその国立施設を作っていく、でもう一つのやり方としては研究助成の一環としてデータ管理と普及活動を助成する。ですからその要するにデータアクセスというのを研究を助成することのことの条件にするという、そういう方針で最近はやっています。で次にフランスです。フランスはどうしてもこの国立機関というのが非常に大きくて予算もたくさん持っていて要するに中心的な存在なんですけれども、データアクセスのとか出版物の公開に関してもやはりここがリードを取ってやってます。ですから、機関レベルのオープンレポジトリを創設したりとか、この CNRS などの国立研究所がその高等教育機関と覚書を交わして、その研究の結果を
公開保管する共通プラットフォームを創設したりとか、そういう国立研究機関がリードしたそういうような活動が目立ちます。次にドイツです。でドイツもイギリスと似たように D グリッドと呼ばれる e サイエンス計画が、これは研究者を中心に発足しています。でドイツはやはりその研究機関の独自性が非常に強い国ですので、マックス・プランク、フランホーファー、ヘルムホルツなどみんな機関別の政策を持っています。でそれでこれは一つドイツに特徴的なことなんですけれども、マックス・プランクが主導して2003年にベルリン・デクラレーションというのをやりました。これは非常に短い文書で、ただ単に本当に情報通信技術を使ってオープンアクセス推進を宣言したものに過ぎないんですけれども、やり方として面白いのは、組織とか機関としての署名者を増やしていって、それでこのオープンアクセス運動を広げようという、そういうことをやっています。で一番最近においては、このプライマリーリサーチデータレポジトリの国際ネットワークを創設しようという計画なんかもあるようです。それで欧州にはその欧州委員会だけじゃなしに、他の欧州機関がありまして、例えばヨーロピアンリサーチカウンセル、これは2007年に設立された欧州連合の研究助成機関です。でここもやはりオープンデータアクセスということを推進してまして、すでにデータをオープンアクセスレポジトリに保管することを義務付ける政策を採用してますし、その他の欧州の研究助成機関に対してオープンアクセスレポジトリ設置を奨励する声明を採択してます。でもう一つ、ヨーロピアン・ユニバーシティ・アソシエーションというヨーロッパの大学のアソシエーションなんですけれども、ここもやはりオープンレポジトリの必要性を認識してまして、で例えばその大学研究者によるノンエクスクルーシブな著作権協定モデル採用とか、そういうようなことを奨励したりしてます。で欧州はまあざっと概観するとこういうことなんですけれども、まあ、いろんな課題がありまして、やっぱり欧州っていうのはこの国が多いので、いろいろと多様性が非常にある。それでその法的枠組みはまだ加盟国レベルのなので、そのダイレクティブとかいろいろなやり方はありますけれども、その要するに、政策環境は結構複雑で、ヨーロッパ統一特許政策などの政策はまだ調整中、要するにヨーロッパといってもいろいろあるという、そういうのが課題です。だけど将来はどういうふうに展望できるかというと、そのオープンアクセスを推進しようという意思がはっきり見られます。特にここ数年においては、それで議論が非常に活発になってきてます。で多分その OECD ガイドラインも、それからベルリン宣言などの運動も、それからそういう認識を高めることに貢献したと考えられます。ただし欧州 その多様性というのはこれからも継続するであろうから、そのいろいろなタイプの活動がこれからも出てくるということは間違いありません。それで終わりに、ヨーロッパに関してどういうことが言えるかというと、欧州のデータアクセス政策議論はアメリカなどには遅れたけれども、今は非常に盛んになっている。でさっきも言いましたけれども、国が多数あるために政策環境は複雑。それでその96年のデータベースダイレクティブの教訓から、むしろデータアクセス推進は科学技術進歩に貢献し、イノベーション競争力強化につながるとの共通認識、この点が一番今のヨーロッパの状況を反映していると思います。
で要するにこのデータベースダイレクティブがうまくいかなかったからそれをあの破棄するかって言ったら、まあ、ヨーロッパはそういうことなんじゃなくて、昨日あのレッスン教授ともあれディスカッションしたんですけれども、ヨーロッパ人というのは要するにプリンシプルを守るっていうことが大切なので、その要するにあのこのデータベースでもあれ要するに基本的な権利は守られてますよっていうことが彼らにとっては重要な、実際はその今はもう完全にオープンアクセスをやっていこうというそういう方向に向いてます。それであのヨーロッパではその各国の機関に加え、その欧州レベル、ヨーロッパレベルでの機関というのがいろいろと重要な役割を担っている、そういうことが言えると思います。どうもご清聴ありがとうございました。